おはようございます声がちょっと変わってるんですけど、今日は私のね、本当によくある朝ごはんをね、すごいラフな感じでお見せしたいと思います。あのね、ここちょっとモッパー風にしてると思われたらちょっと困るんですけど、実はね、本当にこんな感じで、私メインチャンネルのモッパン動画を撮らない日、撮影オフの日は食パンが大好きだから、食パン結構自由に食べるっていうのをよくやるんですけど、トースターで焼いた食パンをバーッと並べて、自分で好きななんかこうこういうジャムやら何やらをね、つけながらバリバリ食べながら YouTube 見るっていう、その時間がめっちゃ好きで、まあ私普段朝ごはんそんなに食べないんですけど、たまにね、食パン食べたいなってなって食パン買ってきたら、そういう日があるので、ちょっとその食パンデーの日をね、お見せしようと思います。ちょっとここにバーッと私のお気に入り食パンのお供たちを用意してるんですけど、ちょっととりあえずいろいろ紹介するから全部使うかわからん。その時の気分でもう適当に塗って食べるから。はい。塗って焼いたらメロンパン。これはね、先に塗っておくやつです。で、これはカルディで買った、ポテトリンゴっていう美味しそうなやつ。まだ食べたことない、これ。で、これも食べたことない。牛乳フォンデュっていう、なんか道の駅で見つけた美味しそうなやつ。で、あとこれは韓国のコンビニで買った、あんバタースプレッドっていうやつ。全部この辺、今んとこね、食べてないやつばっかりだな。あとこれ、カルディでね、すっごいおすすめされてた、フルッタチェレスティーナのオレンジマーマレード。あと、シャインマスカットジュレ。こう、つぶつぶが入っててめっちゃ美味しそうと思う。あと、まあ、この、前カルディで買って、これね、結構お気に入り。寒天蜂蜜っていうので、一個一個こう、こんな感じで入ってて塗るだけです。寒天、プルンとした蜂蜜。と、あと、お気に入りのソルティッドキャラメルシロップ。に、こちらがね、なんか前お仕事かなんかでいただいたやつかな、ゾーンジャム、エスプレッソのジャムと、ヘーゼルナッツのジャムですね。ジャムって言ってもなんかチョコソースみたいな感じで、あとこれも結構お気に入りのあんバタースプレッドですね。スーパーで普通に韓国で売ってます。と、あとまあこんなピザソースとかも結構使うんですけど、その時の気分で。あとマシュマロね、置いて焼いたら美味しいなーのやつと、あとなんかね、この辺によくお菓子置いてるから、チョコパイとか乗せてもさ、前一回美味しかったんだよ。で、今日はこんな感じで行こうかなと。朝からね、もう芋食べながらね、ちょっとジュースとか飲んだりいろいろして過ごしておりました。で、食パンなんですけど、私ね、トゥレジュルの食パンよく買うんだけど、ここのね、トースト食パンっていうやつ、あの本当は牛乳食パンとかだと生でそのまま食べるの美味しいんだけど、このトースト食パンはね、生で食べるとバリまずい、激まずパンがバサバサすぎてね、びっくりするやつなんですけど、さすがトースト食パン。トーストするとね、最強に美味しいんですよ。だから本当にトースト用。で、これをいつも買ってトーストで食べるんですよ。ではもうこちらをね、ちょっと何枚か、バーっといつものように焼いてきます。でね、これ、塗って焼いたらメロンパンも食べたいから、なんだ。やばせよ。いえいえ。あ、くご、あー、てっぺよ。イエーイ、감사합니다。宅配のおじさんだった。どうしようかな。1、2、3、4、5。5枚プラス。これいっか。1枚手荷物に書いてからおやつに残してあげよう。焼いてあげたら喜ぶから。とりあえず塗って焼いたらメロンパン。これね、大好きなんですよ。カルディのやつ。これ塗っとこう。なんかこれさ、前動画で撮った気がするけど、まだ上げてないよな、あの動画。その時に初めて食べたんじゃなかったっけ。確かね、どっちの動画が先に上がるかな。で、あっちの動画もうどこ行ったんだ、データ。もうほんとこういうのが多すぎてやばいよね、私。なんかデータどこ行ったんだで、やっと出てきて1年ぶりに上げるとかあるもんね。はい、こんな感じで塗りました。ちょっとジャリジャリした感じになってます。待って、これさ、ちょっとこうメロンパンっぽく線入れたらおしゃれだよね。日常はこんなのしないな、多分。うわ、やばい、またモッパン風になってる。頭洗脳されてるわ。普段の日常スタイルでもう適当に撮ろうと思ったのに適当に撮るって感じですよねでもね、日常を見せるの、こういうのはね、やりたい。マシュマロのせたいな。マシュマロちょっとこれ、ヘーゼルナッツ、この辺のチョコプラスマシュマロがいいよね。エスプレッソでいってみるか。ちょっとほら、これ使ったことないじゃん。こっちのヘーゼルナッツはね、よく食べるからもう結構使ってるんですけど、このエスプレッソは初めてだ。ちょっと苦いのかな。うわ、めっちゃコーヒーの匂いする。美味しそう。私最近ね、コーヒー飲む練習頑張ってるんですよ。だからちびもちを保育園に送り届けた後、コンビニによってね、何かこう美味しそうなコーヒーを買うっていうのが習慣化してて、で、これパン食べる時とかもね、よく買ってきて、甘めのね、コーヒー、やっぱりがっつりアメリカーノとか飲めないから、ちょっとそういうのでね、今練習中。もう何年練習してんだ。コーヒーいい加減飲めるようになりたい。あのブラックをさ、美味しいって言いたいよ。はい、これちょっとさ、特大すぎるよね、このマシュマロ。で、私いつもでっかいの買うからさ、ちょっと手でこうちぎって
って半分にしちゃおう。こんな感じがいいよね。ちょっとさすがにさ大きすぎるからこれはね。で、あとの食パンはもう全部焼いちゃって、ここでつけながら食べます。じゃあこれでちょっと焼いてこよう。はい、完成した。ちょっと何枚か焦げたやつあったけど時間調整ミスって、はい、もう食べます。まずこちらが塗って焼いたらメロンパン、これ塗ったやつ。っていうかさ、もうこんな感じで食べないよ。っていうか、なんか私もうモッパン風になってるから、ちょっと朝ごはんいつもみたいに食べるよ普通に。おいしい。めっちゃメロンの味がすごいんだけど。めちゃくちゃ美味しい。どうしよう。上ね、ちょっとザラメみたいなガリガリが乗ってるのが美味しいんですよね。うますぎるね。最高だ。これ実はね、バルミューダのトースターじゃない方の方で焼いたんですよ。撮影のね、安いトースターなんですけど、それでも美味しいのは、これトースト、トレジュールのトースト専用パンがめちゃくちゃ美味しい。このパン最強です。もうトースト用に作られてるやつだから、ちょっと飲み物、今日これ買ってみました。これね、よく韓国コンビで言われてるんですけど、カンルンっていうね、韓国の地域の場所がコーヒー有名なんですよ。で、カンルン一人旅をしてきたんですけど、そこでね、有名なカンルンのコーヒーショップ行って、そこのお店のやつだったかな。そうそう、ボヘミアンロースターズさんっていうところのコーヒーのやつです。これがね、コンビニで買えちゃうんですよ。でね、なんか2種類あって、バニララテと普通のラテあって、私は普通のを選んでみました。もうバニラとかいう 甘さにね、食べちゃいけないと思って練習しなきゃいけないから。あ、苦い。あ、苦いけど飲める。苦い。でも甘いの食べるとね、いいと思う。どうしよう次。ちょっとこれ普通に、これめっちゃ美味しそうやん。マシュマロトースト。あ、これいい感じにマシュマロがカリッと焼けてるよ。しっかり火通ったから。マシュマロトロトロだ。大成功。3分ぐらい焼いたかな。このさ、ヘーゼルナッツのそのジャム、このチョコジャムが美味しいんですよ。ちょっとね、ほんのりコーヒーの味もあるんで。さっきの宅配のおじさんだろ。今さっきのおじさん上登ってきてるけど、私勝手に部屋の前置いてくれないかな。もうピンポンいらんよ。置いちゃってください。マシュマロトースト最強じゃない。トーストの中でベスト5位に入るぐらい好き。これさ、目の前にテレビがあるんですよ。あっちリビング向こうの壁の端に。ね、テレビを見ながら食べるのも好きだし、 YouTube 見て、でもテレビで YouTube 見ること最近増えたな。なんかテレビで YouTube を見るようになって、あ、ちょっと私の動画のちょっと画質考えなきゃって思うようになったよね。うまくいる。うまっ。幸せだ。今日これモッパンじゃないですよ。私の普通の朝ごはんです。次、チョコパイ、チョコマシュマロパイトースト。美味しい。ヘーゼルナッツジャム、やっぱこっちの方がね、チョコが甘い。
でも個人的にエスプレッソの方が実は好きだった、今日食べてみて。よし、チョコパイの部分突入します。もはや溶けたチョコパイだわこれ。美味しいけどパンの上にパン乗ってる感じ。ま、絶対おじさんやろこれ。高い。あ、呼ばせよ。あ、おしゃっさよ。今さ、仕事の商品が届いたんですけど、なんかね、段ボール2箱届いた。どういうこと？入りきらなかっただけかな、もしくは同じやつ2個ずつ来たんかな。なんでやろ、ちょっと後で中開封しなきゃ。さあ、4枚しかないからね、どうしようかな。ちょっと選ばないとさ、全部つけれないよ。定番にあんバターちょっと食べたいよね。あんバタースプレッドで、これ一つであんことバターが一緒になってるからあんバターになっちゃうんですよ。家にさ、今バターないからね。バター切らしてる。ちょっと買わなきゃいけないけど、もう忘れてたよね。はい、こんな感じです。うまっ。ちょっとシナモンっぽいの入ってる。トーストって美味しすぎてあっという間だよ。次どれ行こう。あー、でもこれ行きたいな。私のお気に入り、寒天蜂蜜。蜂蜜が寒天みたいにね、ちょっと固まってて、これ一個ずつこうなってるのも結構好きなんですよね。とさ、これ私下のやつ焦げてるから、焦げてるので行こうか。ちょいね。ミスった。あの撮影部屋のさ、トースターすぐ焦げるんだよね。あれなんだ、火力強いのかな、設定が。はい、こんな感じです。これなんか前動画で一回紹介したというか食べた気がするけど、ほら見て、このプルンプルン感。これもうほぼ寒天みたいな。乗せたらこんな感じでね、塊になっております。これをね、こうやってトーストしたこう塗るんですよ。ちょっとね、塊を塗り切っちゃわずにちょっと残すぐらいが私は好き。うん、おいしい。ちょっと焦げてる。焦げちゃった。私個人的に一番本当に好きなトーストの上に塗る組み合わせはいちごジャムとバター。なんか私の母とぎママがよくそれをね、それで食べてて、私もそれで好きになって、結果さ、定番が一番美味しいのかもしれん。まあバターといちごジャムって定番なのか分かんない。他の絵ではどうなんだろう。まあでも今一押しはこれかな。煮て焼いたメロンパン、これ最強だよね。これは本当美味しすぎる。うん、気づいてますか、私ここにアンパンのネックレスつけてます。これ見て、ほらアンパンついてんだよ。これ可愛いよね。これ実は、セカンド見てくださってる方は、知ってる方は知っている。視聴者さんがプレゼントで送ってくださったんですよ。めっちゃ可愛いよね、これ。パン食べるとき絶対つけようと思ってて。つけました。あ、でね、これピアスも、その時に別、もう一人ね、別の視聴者さんが、手作りのハンドメイドのピアスを作ったらしくって、手作りのやつ、これ送ってくださったの、つけてみました。これも可愛いよね。私結構気に入って、これはね、本当に日常使いもできる、可愛いなと思って。ありがとうございます。どっちも大切にします。他にもいっぱいくださったのね、ローテーションでいろいろつけてるんで。さあ、どれが、あー、これ行きたい！ポテトリンゴ。これさ、日本のカルディで買ったやつなんですけど、なんかモヘジの商品だよね、多分。ポテトとリンゴだよ。絶対美味しいやつ。初めて作ってか、なんかゴロゴロ何かが、粒が。めっちゃ美味しそう。これやばい。これ熱いよね。ちょっとたっぷり乗せちゃおう。もうせっかくだから。うわぁ、絶対美味しいやつや。これわかる。モヘジー、モヘジー。はい。モヘジのポテトリンゴです。そう。これは美味しそうよ。
さつまいものペーストにコリコリシャキシャキリンゴ、角切りリンゴ、めっちゃ好きなやつ。私さ、リンゴのシャキシャキコリコリ感すごい好き。ちょっと漬けになってるやつ、うまっ。やばっ、激うま。うまい、おいしすぎる。ラストだよこれね。もうでもラストは絶対食べたかったやつにする。ちょっと他なんか残っちゃうけど、また今度新しいのチャレンジで。このね、カルディで買った、もうカルディ多いな、私カルディ大好きだから、オレンジマーマレード、結構フレッシュななんかこうジャムらしくて、これ食べるともうこれしかマーマレードは食べれなくなるっていうね。ポップに書かれてたから、さ、ポップはうまく書くだろうけどさ、これちょっと気になりすぎて買った。これでも期待度上がりすぎてるよ私の中で。うわ、これなんかもうほんと液体みたい。なんか全然とろみがないというか、でもなんかしっかり果肉みたいなのが見えて、うわ、おいしそうこれ。何これ、トロットロなんだけど。今までのマーマレードジャムとは全然違う、見るからに。なんか甘くてこってりを好きな人はこれじゃないのかもしれないけど。はい、こちらオレンジマーマレード塗ってみました。こんな感じ。なるほど。これはね、完全に好みが分かれると思う。もうね、見るからに分かるけど超フレッシュです。あっさり系が好きな方はこれだけど、私はもっと濃厚で甘みたいなやつでドロドロが好きだから、どっちかというと普通のやつの方が私は好みね、好み。でも美味しいよ。うん、もうすごいフレッシュな感じ。ね、果肉というか皮とかたっぷり乗っててすごい贅沢。なんかホテルの朝食とかでこれの間出てきたら、いや、さすがホテルおしゃれなの出るなみたいな、なんかそういうやつかな、高級感。あー、缶ルンコーヒー飲みやすい。なんかここのコーヒーさ、苦いけどなんか飲めるんですよね。やっぱ美味しいコーヒーって違うのかなって。でも今飲んだ感じで、これよりやっぱり私、あの、本当にここのお店ボヘミアンロースターズで飲んだ方が美味しかった。だからよかったらそっちの動画を見てほしいです。そっちの動画でね、出てきます。で、食べ終わった。まあいつもこんな感じかな。だからね、いつもね、これ一袋ぐらいはペロッと食べます。あの、パン食べるぞの時はね。なんかでも普段は時間がね、なんかもう忙しすぎて、まあ今日も忙しいっちゃ忙しいけど、ちょっと取るのも込みだし、ゆっくりするかと思って。だからね、ちょっとまあこんな感じで、ちょっと私の食パンデーの日、こういう時間を過ごしてます。もちろんね、化粧はせずにもうすっぴんでもうなんかダラーっと食べてる感じ、 YouTube 見ながらこうもみたいな、めっちゃすごい雑な感じだから、さすがにそれは見せれんわと思ってちょっと化粧したけどね。化粧してる以外はこんな感じかなって思ってもらったらいいです。なんかやっぱりさ、ダラーっとしたい朝の日ってあるよね。もう昼からがさ、激動の忙しさになるからね。まあでもね、こういう日があってもいいと思うっていうので、私今回食べたやつ、なんかだからね、毎回いろんなね、買ってきてるやつ、新しいのをね、何個か挑戦するんですけど、今日はね、私的にポテトリンゴ結構美味しかったのと、でもやっぱりね、定番はメロンパン。これ塗って焼いたらやっぱ何回も言うけど、これはマジで美味しい。カレーパンのやつもすごい好きだったけど、私どっちかというとこのメロンパン派かな。塗って焼いたらカレーパンもおすすめですが、こっちの方が私は好きですと。あとまあね、個人的にもう本当に、あの、韓国のパッピンスで売られてる缶の粒あんをバッと乗せて、あんこ乗せて食べるのが私結構好きだったりするかな。あれ前動画で撮ったよな。あとね、もうマシュマロは安定に美味しい。これマシュマロ乗せて、もうこれマシュマロ乗せたらもう 100% どれの上に乗せてもいいと思う。何でも合うんで、マシュマロは、マシュマロトースト最高です。何の参考にもならないですが、見てくださってありがとうございました。じゃあ美味しかったです。ごちそうさまでした。
サムネ撮ってないな。サムネ撮っときたいな。うわ、マシュマロで撮ればよかった。